10時です。あっぱれ、やってます。どうも、ケンの小林です。アンガールズ山根です。アンガールズ田中です。AKB48 柏木由紀です。武井美和子です。よろしくお願いします。お願いします。今日のアッパレやってます。毎週月曜日から木曜までさまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってアッパレな内容でお届けします。はい。先週のティーパーティーの残骸がね、なんか汚らしく残ってますけどもそういうもんですよ、パーティーの後。祭りの後で寂しいね、やっぱ祭り、なんか紅茶飲んで甘いもん食べたからさ、うん、寝たいわ。いや、ものすごいリラックス効果があるんで、フレーバーティーって。だから実は寝る前に、アロマに近い。そうなんです。で、コーヒーとかより実はカフェイン量が少ないから、うん、あ、ちょっと入ってるんですけど、全然眠っちゃうっていうか。だから寝る前にちょっと飲んでもいいし、例えばフルーツティーみたいなのもあるんで、そしたらカフェインゼロなんで、うん、いいですよ。ね、いや、なんかまあ良かったよ。そんなに調子ぶっこくことないやん。いや、嬉しすぎたんですよ。僕は初めての出張紅茶が、ちょっと不安もあったんや。出張でうまくいくのかな。あ、そうですよ。もう不安でいっぱいでしたよ。第1回目が、ね、え、この何茶器っていうの、はい、これ田中、はい、これ、これはミントンっていうところの、ビクトリアストレベリーっていうか、ビクトリア女王が手書きでデザインした模様が、豚ミントン、豚ミントンじゃない、ミントンです。ミントン、豚はついてる。これほんまにこれビクトリアって、そのそうそう、ビクトリア女王がデザインした、うん、エリザベス女王より前、前だと思います。確かに1793年だって、うん、この会社できた。もうでもそういうの多いですよ、イギリス。だから僕は歴史ある会社が多いんや、紅茶周りは。紅茶周り多いです、うん、将来イギリスに旅行して、ちょっとコット茶器の骨董市なんか回って、うん、あ、マジでイギリス旅行俺も行きたいね。え、行く？あ、行きたいです。もう茶器を一セット買って帰りたいんですよ。僕の夢です。 お正月。え、イギリスに興味あります？なんのよ。え、だってアメリカさん、アメリカさんが好きなんじゃないですか。アメリカさん、これ結構さんのことはアメリカさんと呼んでたんですけど、アメリカ好きそうだから、アメリカさんと呼んでいいですか、今日。アメリカさん、なんか大河ドラマって朝ドラに出てきそうな言ってね。アメリカさん、近所のね、近所のアメリカ的な。いや、イギリスはちょっと俺も好きな一面があるのよ。え、どこ好きなんですか。いや、イギリスのバイク好きやし、俺。あ、バイク関係で。イギリスのバイクって何があるんですか。有名な、まあ、トライアンフ、ノートン、BSA って。あ、トライアンフって聞いたことあるの。そうそうそう。わかんないな。へぇ、じゃあそこで。あと、革ジャンね。ルイス・レザーっていう。わかんないです、うん。俺の方がイギリス詳しいな。あ、詳しいですね。うん、俺も紅茶のみで。うん。なんだったら、そのティーパーティーになんか、みんなやってるから、アフタヌーンティーパーティーを、うんうん、みんなやってんの、あれ。あれ結構やってるんですよ、普通に。イギリス人が、あ、イギリス人、イギリス人が、イギリス人はやるわな、そら、はい、で、そこにちょっと、飛び入りで参加なんかしちゃったりして、飛び入りさん、はい、飛び入りさんになっちゃって飛び入りさん先週から全然喋らないけどちょっといいですか、ジャパニーズなんですけど、みたいな感じで飛び入りで参加して、うん、なんかクッキーなんかもらっちゃったりして、そんな飛び入りで参加できるもんなんですか。わかんない、全然わかんない。どうなの、仕組みの、アフタヌーンティーとかやるの、女の子たちは。アフタヌーンティー、あの、このなんかな、三段みたいなの、あ、なんかホテルの、ホテルのあれで、あれ行ったりせえへんの、女子会みたいな。憧れはあるけ ど、もうちょっと大人やねん、は多分そうだ、あのもうちょっと主婦とか、あー、多分そのお昼に時間がある方とか、さっき俺らで行っちゃう、お先に、いっぱいケーキが乗ってる、そうそう、なんかな、お盆3つ重なったみたいな、あれに、ありますね、三段スタンド、うん、スコーンとサンドイッチとケーキをそれぞれ分けて、うん、で、スコーン、美味しいね、はい、スコーン、サンドイッチ、小池屋スコーンじゃないよね、
小池屋さんみたいな。そう、濃い。普通のこのね、割ってジャムを間に入れて食べたりするんですけど。スコーンであれあの、スターバーに置いてるやつ。ああ、そうです、そうです。誰、あの、世界で一番喉乾くやつだ。そうそうそう。ビスケットが膨らんだような。あれを半分に回るんですよ。腹いっぱいになるやろ、意外とあれ。ああ、なると思います。なる。だから、まあ、ジャムなんかと合わせて、はい、で順番に食べていくんですよ。下から決まってるんだよね。スコーンから行って、うん、サンドイッチ先ちゃうの。いやいやいや、これアフタヌーンティーに基本的、まあ自由のとこもあると思うんですけど、うん、基本ルールがあって、うん、先にスコーン、うん、でサンドイッチ、うん、でケーキっていかないといけないです。で、うん、1回スコーン食べて、うん、サンドイッチ行くじゃないですか、うん、はい。サンドイッチからもうスコーン戻っちゃダメなんですよ。もうお腹いっぱいだもんだって、引き返されへんの。あの基本的にルールとして、なんかそれはもう失礼に当たるみたいなことを習いました。で最後にケーキ食べる。ケーキ食べる。俺3回ぐらいあっこ泊まったことあるんだけど、香港ペニンシュラホテルのアフタヌーンティーがすごい有名やのよ。2階のこのロビーのカフェ。はい、はい。その優雅な時間を過ごすために300人ぐらい行列してるからね、はい、全然優雅じゃない、優雅じゃないですね、ほんまに300人ぐらい並んで常に、その代わりこう宿泊客は列飛ばしていけんのよ、うん、それでも行く気せへんもんね、やっぱこんないっぱいの中でそんな優雅な時間過ごされへんわ、混んでたらね、うん、もう全然基本的なものが変わってきちゃってますもん、うん、いやでもちょっとしたなんかお庭でなんかやってたら、うん、参加したくないですか？お庭で人がやってるのに急に参加したいと思わないな。乱行パーティーは参加したい。すぐ参加したい。行列になってても全然大丈夫だと思う、そういう場所でも。待てる、マジで、うん、たまにおるのよそういう場所、大丈夫な人、うん、普通なんか意外と俺もちょっと萎縮しちゃうタイプ、萎縮というかこうよそ行きになるというか、あ、解放できないというか、多分俺はね、すごい見ちゃいます。その大人数も。VR に関してはそれ見ろって言ってたね、業界の人が。ああ、そうなんですか。VR の意味が一番出るって言って。あちこちキョロキョロしたら、あっちでもやってるみたいな。出てるやつ。そうか、あの台所みたいなこと一人しか一人もみたいな。こういうのですよね、あの目の目つけるやつで、あれで俺だから360度ビューやから、そうですね、上も下も、でもそういうソフトが出てるんですか？出てるって言ってた。エロスが一番そういう技術を発展させる、まあね、あの大体ああいう家電というか、ああいうのはもうエロが必ず進化させるあれやからね、パソコンだって強いもんね、うん、こんだけみんなが持つようになったらエロをこう探求できるからっていう、うん、動画を配信するとか もうエロがまず一番先駆者で、バスニーズが絶対あるから、そう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 、でさらにもっといいものって開発しようとするから、うん、まさかあのゲームだけじゃないんですね、あれ、ね、あの VR ね、あ、確かに。でも田中が先週から喋れてないのが不安やねんけど。何がですか？いや田中にはめっちゃ喋ってもらわなあかん投稿が来てんのよ。うん、俺が、もちろん新潟市の牧野目ジャパン、うん、はい、アンが田中の質の悪い女係。そんな係なんかないでしょ。やるしの皆さんこんばんは。まあ、アンガ田中の質の悪い女のコーナーに投稿です。僕は以前に友人が連れてきた女性2人と居酒屋で飲むことになったんですが、まだ22やね、その女性たちがおごられる立場であるその状況を利用し、うん、次々に料理を頼み始めました、うん、しかも出てきた料理を完食しないままで、うん、次の料理を頼むため食べかけのものがテーブルの上に散乱するというひどいやれさまになってしまいました。僕はイライラしましたが、うん、雰囲気を壊したくなかったため、うん、そのことを注意することはできませんでした。ああ、この女たちは質の悪い女だったんでしょうか、それとも自分の器が小さいだけなんでしょうか。田中先生、判定お願いします。それは、うん、質の悪い女です。間違いなくこんなやつがいるんだ、やっぱり。ああ、俺と同じ同一人物かもしれない。俺が食らった。新潟市だから違うんじゃないですか。違う、あ、宮崎だったらそうかもしれないですけど、そうですね、中岡周りに多いんだけども。もう謎してるやっぱりそのペンネームの方もテーブルの上がどんどん溜まっていってんのにオーダーするっていうのは質が悪いですか、うん、ちゃんと量ぐらい分かるだろ、バカじゃねえんだからよ。なんでさ、オーバー注文しちゃうの。
で自分で金払うんだったらいい。まあ大体男に女に言うと、まあ大体男が出すもんね。そうそう、うん、基本的にはそうそう、うん、で男もさ、アホじゃないからなんかあるとか聞くのにさ、うん、女の子からバン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 さ、そう行くって、うん、上等だからもう慣れてんのよ。怒られ慣れてるから、うん、もういいだろうって。彼が巻き止めジャパンが質、あの、うん、器が小さいってことはない。うん、ない。で、なんだったらもう舐めてる。もうその合コンのスタートで。うん、男のこと、うん。だからそんな行為に打って出れるのよ、うん。普通にもし恋愛の感情があったら、うん、まずもう緊張感があるでしょ。うん、緊張感ないじゃん、もう。これで頼んで、あれ頼んでなんて。うん、恋愛の感情急にあるか。恋愛が起こるってやっぱ緊張感がないと起こらないんですよ。うん、そうなんですね。うん、あんだけ噛み噛みやった全然構わへん。超絶スイッチオン。田中スイッチオン。なんで多くなったんだよ。そもそも。そもそもなんで多やってる。入りましたよ。あ、なるほど。いや、これはもうだってそうでしょ。女子から見てもこんな行動。うん、どうひどい。でもこれひどい、いるとは思います。なんかこうただでご飯食べれるみたいな感覚で言ってる人もいる。なっちゃうのもまあちょっと仕方ないけどね。うん、いやでも。出してなってるから、でも質の悪いっていう増感うこれ質が悪い、嬉しいな、強心に認められたらもう本物ですね。わかりました。じゃあね、はい、こういう投稿が来たんで、はい、今後リスナーの皆さんじゃない、皆さんが遭遇した質の悪い女を募集して田中さんに判定してもらいます。わかりました。あんが田中の質の悪い女係へどしどしね投稿をお願いして、宛先をかげさんお願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日メールはゆるせやっとマーク MBS1179.com まで、お待ちしています。うん、田中の質の悪い女係、楽しみ。これ本当に質が悪かったらもう決め文句はてめえは中岡と遊んでろになってくるから。わかりました、うん、そこまでいい、ね、いつか知らせる人も、いつか、いや、ちゃんといつか中岡ゲストに呼んで蹴りつける。そうですね、実は一回消えてた一回この二人揉めて前も話した件で、うん、仲直りしたと俺は思っててんけど、うん、なんかまだちょっとくすぶってるらしいじゃん、実は。やっぱ小さな日もやっぱ最後まで水をしっかりかけないと、ちっちゃなやつがくす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 って煙で出始めて、中岡はすっかりこう手打った和解したと思ってたのに、田中がまだあちこちで言うてるので、器ちっちゃいな。一回それそれにすげえ今腹立ってるらしい、中岡が。やって解決してもらったんですけどね、ケンコバさんの番組でね、そう番組に来てもらって、ここでもうお互い言いたいこと言えと。ただあの場所で、うん、解決したんだけども、やっぱあの場所ってやっぱちょっと笑いが欲しいっていうのがあって、最後、うん、俺が我慢して終わってんのよ。解決してないのね、今言うの。本当ダメですよ。わかります。1年半も前よ。そうです。でもやっぱりあの日に俺がぐーっと我慢したから終わっただけで、うん、終わらないこともできたんですよ、あの日。うん、一晩中やれた。一晩中やれた。血を見るほどやれたと思うんですよ。だからちゃんとあの日に血を見るまでやっとけば、ひょっとしたら消えてたかも。殴り合ったらよかったと、いっそ。で、結局1年半でもう一回火が上がってくるっていう。ちょっとくすぶってんのよ。今だくないですね。いつ大きくなるかわかんない。いつか中岡ゲスト呼んで。蹴りつけたいと。殴り合いで。殴り合いで。ゆきりの前で。いや、ここじゃないとかでやってほしい。でも、田中の入れる紅茶と、中岡が知ってる、中岡の好きな日本一美味しいパン。パン。その2つ合わせれば、それでティーパーティー開けば、もしかしたら。確かに。奇跡のね、仲直り。確かにそのパン美味しかったの。へぇー。そのパン食ったことないな。本当に、うん、なんでパン食べるときに紅茶飲まなかったんだろうね。いや、だからそれ、なんか中岡のイメージはパン食べて、鍋食べて、その後締めの紅茶だったみたいな。別にそれもあるのよ。なぜかっていうと、紅茶って油を流す効果があるから、ウーロン茶と一緒や。そうです、そうです。だから非常に飲むタイミングとしては合ってます。合ってた。なんか僕やるなと思ってた、その時。やるなと思って、そのラインナップ聞いて、そっちのパターンねと思った。こいつ意外とやるなと思った。そしたらとんでもないことになった。そのあと平和に飲ませる紅茶はね、ゆきりには見せられない。事務所の先輩がギスギスしたシーンを、確かに、どっちもゆきりには見せられなかったあのシーンを。
じゃあその係にどしどしね皆さん送ってください、はいはい、もしかしたらもしかしたらですけど、うん、AKB 公演中の立ち振る舞いのことが送られてくるかもしれませんけど。あ、これはあるな。あ、いやいや、実はそういうの質の悪いアイドルはもう最悪ですよ。女はまだしてもアイドルで質悪いわ。やだな、いると思うよ。私のもしかしたら、もしかしたら、あ、それいや本人が気ぃつけてたらそのこと怒らないんだから。全くもう心当たりほぼないです。ほぼないです。ないです。だからぜひそちらの方にね、はい、送ってください。じゃあ曲の方いきますか。はい。AKB 大先生の新曲を新曲、はい、AKB48 で願い事の持ち腐れ。剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。お便りやってます。はい、このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです、うん、それではじゃあ筧さんお願いします。はい、うんうん、はい、ラジオネームスイートペインさんからです。はい、ウェルスエの皆さんこんばんは。こんばんは。先日パネルクイズアタック25を見ていると、うん、柏木さんの出身地を尋ねる問題が出題されていました、うん、正解は鹿児島県なのですが、うん、それよりも何よりも柏木さんの問題がこの国民的クイズ番組で出されたことに大変びっくりしました、うん、先日の放送で、うん、柏木さんは渡辺エンターテインメントの中でも自分は全然売れてない方とおっしゃっていましたが、はい、国民的クイズ番組で問題が出された今それ以上言い続けるとさすがに嫌味に聞こえてしまうと思いました。そんな方向に行くんですね。アタック20も問題になってすごいやるすいの皆さんにとって売れている売れていないのボーダーラインはどんなことだと思いますか。ボーダーラインね。ボーダーライン。いやでも問題になってるってもうすごいじゃん。いやクイズ番組の問題になる人は売れてるよな。うそうですね、うん、これは売れてる。みんなが知ってるっていうことで前提やから。前提やもんね。うん、うん、やっただもはやヒデさん、めぐみさん、ゆきちゃん、それは違いすぎる。その後ネプチューンさんでしょ。おかしいじゃないですか。アンガールズさんも大先輩ですもん。いや、俺らまだ出てない。ゴルゴさん、ゴルゴさんよりゴルゴさん、うん、じゃまた違う、まだまだです。まだまだ私はまだまだ私はまだまだ、はい、ゴルゴさん漢字のやつとかやってるし、うん、命の授業ね。命の授業。あとゴルゴさん雲が消せるんだよ。はい、雲空の雲を消せるってトーク知らない。知らない。そうなんだ。知らない。漢字の授業の時はいいんだけど、雲が消せるっていう話になると面倒くさくない。ええ。それ。いや本当に。わかんない。そういう時だけなんかちょっとあれなんだろうこの先輩って思うよね。そういう話あるね。雲消せるんですかって絶対言わないのがいいよ。その話になっちゃう。言ったら結構続けますか。あと誰やろ名前売れて。ショコタン。ショコタンに売れている。全然。いやショコタンクイズなってないもんだって。いやいや。紅白一人出てますから。ギザカワユスなんか言わないでしょだって。いや言いますよ。言いますよ。おかしいでしょ。もうメールとLINEとかでめっちゃ言います。ギザカワユス。ギザカワユス。あと鍋プロイド誰や。なんで鍋ばっかり。マルシアさん。よりはって言われたでしょ。原千秋さんは。原千秋さんも大先輩。原千秋さんに売れている。松本明子さん。あ、もう大先輩です。松本明子さんに売れている。もうないです。誰もいないです。私。私が一番もう下。クールポコより上でしょ。下です。クールポコより下。あ、下です。クールポコより下。全渡辺エンターテインメント事務所の中で私も一番下です。江藤窓口よりは上でしょ。江藤窓口より上でしょ。死にもせんよ。それより上だね。死にもせんよ。ダブルエンジン。ダブルエンジン。窓口って言うんですか下の名前。江藤窓口よ。名前も知らない。名前さんが付けた。名前さんが付けた。江藤さんはわかります。窓口まだちょっと窓口よりは売れてるねじゃあ。江藤さんは売れてます。窓口さんだったらちょっと。同一人物だ。知らなかったです。あと誰よるなレプロ。やめてくださいよ。女子はでもちょっと少もうやっぱ男性。女子の中ではもうなかなかの位置。いや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 。
いや、もう結構大先輩が多いです。のっこさんも入ったね。のっこさんも入った。あ、のっこさん入った。はい。道理で。ドクターコパさんとかもいるし。あ、確かに。うん、林先生。あ、そうだ、林先生。より売れている。うん、全然、うん。林先生って渡辺なんですか？そうなんです。ちょっと前に。マネジメントがそうなったんや。そうなんだ。確かに。あんまり、事務所とあんまり関わりないです、私。会社行かないの？あんまり。年に1回行くか行かないかぐらい、私。忘年会とかないんですか？事務所の。全くない。事務所の忘年会はないね。忘年会はないな。何周年記念パーティーみたいなのは。あ、1回ありましたね。ああ、何からそういうのあるね。ありますね。聞くね。なんでそんな嫌そうな。そこで、あの、吉本から移籍した時の中岡が疎外感感じたってすげえ、すげえ言うてた。ああ、確かに。馴染めない、難しい。緊張するんですよ。もう本当に上のトップから。うんね、うん、下のままで来るんで、ね、各事務所の偉い人とかもすごいあ、ね、あ、そうですね、なんか出し物みたいな、うん、歌とかすごいいいですね、うん、緊張があります。吉本はなんか、あ、でも吉本の、うん、俺ルミネ行ったら必ずあの、うん、100周年みたいなやつの写真あるじゃないですか。 あの写真すごいやろ。あの写真見るたびに、うわ、恐ろしい事務所だと。あの写真見たら俺も恐ろしい事務所やなと思う。さんまさんからダウンタウンさんからみんな同じ写真に、一枚の写真でみんなで三種でいらっしゃいと、はい、すごい恐ろしいな、あれ見たら。あれはすごいね、確かに。そうだからあの写真で、うん、あのみんないらっしゃーってこう三師あの文師匠のね、うんうん、この顔をやってるのに中になんかちょっとキリッとカッコつけてるやつが何人かおる一人一人締めていったからちょっと個性出したりとか、モンスター井上やっぱダメだなあいつは質の悪いよ、質の悪いよ、そこどんどんあいあはなりたくないあそうですよね。まあ、とにかく売れたということは、どういうことですか。でもおじいちゃんおばあちゃんまでね、知ってたらいうことじゃないですか。売れたって。売れたって。NHK 出たらとかね。あ、NHK 出るっちゅうのは一個あるかもな。そうですよね。うん。本当の全国放送って NHK しかないから、リターンまで全部流れしてるから。そうか、全部。それどころか世界中に流れるもんね。確かに、やってますね。うん。NHK 出たらかな。明確な。ポイントじゃないですかね。確かに。それでいいですかね。いいですかね。それで。いやでも、まあまあ、それはだって。でもムーディーとかも出てるよ。NHK。ムーディーが今出てます？難しいな。うん。まあまあ、ムーディーもだから一発当ててるから、売れてる、売れたっていうことは間違いないですよね。うん。じゃあ間違いないですね。じゃあですかね。誰やろな、どこやろな。基準ってなかなかないですよね。だから大和田信也さんが知ってくれてたら売れてるんちゃう。ジャッジした。なんとなくわかります。大和田信也さんが、うんうん、え、君お笑いの子とかじゃなくて、うん、あ、おはようぐらいになってくれたら、あ、そのベテランの方が知っててくれたら、ベテランの方が知っててくれたら売れてるっていうのはあるかもね。思いましたよね。あ、俺の名前知ってくれてんだって、番組中にふっと呼んでくれたりとか、そうあるかもね。すっごい誰やろな、大和田信也さんやな、やっぱり。基準です。確かにあそこに知られてたら、積極的にバラエティ見る感じじゃないもんね。そうですね、その人まで届いてるっていう。バクさんの方は見てそうですね。そう、バクさんの方は割かチェックしてそうやんか、お笑い番組。信也さんの方ね。深夜さんに知られてたらという基準にしましょう。はい、はい、もう一つじゃあ、はい、柏木さん、はい、うん、兵庫県加古川市ラジオネーム加古川のカズコンさんからいただきました。やるすいの皆さん、こんばんは。世間では五月病という言葉がちらほら出てくると思います、うん、僕は五月病の経験はありませんが、失恋した時など仕事に力が入らなくなり失敗したことがあります。やるすいの皆さんは仕事に力が入らなくなってしまったような経験はありますか？正直俺毎年1月から3月は、はい、うん、まるで身が入ってない。キャンプみたいな野球でいう燃え尽き症候群。何で？やっぱ正月旅行の海外ではしゃぎすぎて燃え尽きんのよ。
あ、旅行燃え尽きるか。もう寝ずに遊ぶから。あー。手の届くアクティビティ全部やりたいし。そういうタイプなんですよ。のんびりタイプかと思ってました。俺意外とアクティビティ見たらうずうずしてる。しんどくないですか。ああいうの好きやねん俺。だからもう、実は自然で遊ぶのすごい好きなのよ。いや意外に思われんだけど、アスレチックみたいな、アスレチックだから川下りとか、あのキャニオニングとかめちゃくちゃ好きやねん。キャニオニングすごいよ。船なしでどんどん川下っていくやつ、もう青技だらけなんだけど。ああ、もう体で行くやつ。確かに楽しいのは分かりますけど、そう燃え尽きんねん俺。一日はあの完全何もしない日とか設けない。一日完全何もしない日は日村さんのショッピングをする日って。そうです、買い物行っちゃってるじゃないですか。うん、俺はハワイ行ったから何もしない日を一日作って、うん、その日は。そうそう。俺も、まあ、それは確かに考えんねん。うん、そういうのいるよな、うん。そういう過ごし方、海外でするって、うん、いいでなって思うんやけど。うん、そう。もうなんかこう。センス。いや、最初に初めて行った時は俺もそうしちゃった。海行ったけど山行ってないとかなってくる。ただ俺それやったらやっぱ帰りの飛行機疲れたなと思っちゃって、うんうん、そう、だからそれが3月まで引き継いだ。だから肩壊しちゃってるんですよ。そう。だから投げすぎなんですよ。WBC 出たやつ、人みたい。調子が全然上がらない。全然上がらない。人間ちゃんと休む日を設けないと、うん、まあそう言えてるね。ただでさ年末でガーッと、そう 年末のせいやねん。だから、はい、追い上げてるんですよ。年末のせいなのよ、はいはい、もうこれ我慢し、ここ耐えたら海外で遊べるって思うから、行った時にもううわーなりたくなるねん。もう小学生みたいになんねん。あー、うん、わかります。虫追っかけていくもん見たら。いや気持ちいいんですよ確かに。海外行ったらで、まあ、うん、仕事ないから、なんかお酒好きやん俺、うん、だもう海外行った時だけもう分け隔てなく、はい、お酒夜乗る飲むもんという感覚がなくなるというか、うん、朝起きてもビール飲もうとか、俺もやっちゃうわ、うん、もう海外行った時そう。海外もそうですけども、最近もう普段でも、うん、もう昼間から海外の人は飲むから、うん、俺も飲んで OK にしてます。大阪のおっさんやねん。新世界のおっさんやん。暑いし、暑いし今日は OK にしようっていう。あ、うん、それが贅沢なんだ、ね、異常にうまいねんな、あの昼ビールって。異常にうまいねん、夜飲むよりうまいやんっていう。でそんなに一杯二杯だとそんなに酔わないし、うん、全然気持ちいいんだよね、うん、それがテンション上がるな、うん、確かに海外だともうほんと朝からだな。そう、朝から朝起きて、はあ、予約しといてね、現地の缶ビールとか買ってきて。そうそうそう、また薄いから海外のビールって。そうなんですよ、ね、いっぱい飲む。ああ、水みたいに。そう、ああ、分かります。うん、これ何の話だよ。仕事に力が入らない。 AKB はそんな暇ないでしょ、うん、ない。だからプライベートで海外行ったことないですね、その何日か、とかない。どこ行きたい。憧れでいいよ。憧れ、うん、南に行きたいです。南国、はい、そもそも海外は多分リゾート、リゾートに行きたい。行きたいです。ショッピングより、あ、ショッピングよりリゾート。リゾート、はい。あ、もうなんか人がいないところに行きたいです。え、もう心やられてるやん。そんなことない。心枯れ果ててるやん。人がいない、誰とも会いたくない。なんかもう正月休みとかないの。Rはあるんですけど、だからもう幹部でしょだって、うん、いやでも1日から秋葉原の劇場あるん、それ終わりでそのまま空港みたいな、うん、いやもう無理なんですよね。4日ぐらいまで寝ちゃう。1月4日ぐらいまで。特に12月かな。え、それを海外でやんねん。いやもうしんどくないですか、そもそも海外。でも4日までだと例えばまあ韓国とかグアムやったら、うん、すぐ丸々4日使えるよ、うん、まあ、休みあります。確かに5日間とかは取れます。じゃあもうグアムの距離やったらまるまる5日間休めるで。そうですよね。3時間もだって。3時間、うん、あ、確かに、うん、怖くないですか。は、え、仕事以外で海外行ったことないから。あ、どう、だから最初誰かと行った方がいいよ。俺も絶対一人でと怖いから。いやいや、一人ではやめてた方がいい。絶対誰か。やっぱ女の子一人で海外行くのは別にいいけど、ちょっと不、うん、心配だから。そういう友達一緒でメンバー一緒でも怖い。あ、友達おらんの。そんな、え、それも行ったことある人がいれば。スキャンダル3でさ、スキャンダル3でさ、やめてください。リゾート行ったらあいつらってなるで。羽伸ばしてる。
ダメ相当マニアックなとこ行ったな。だから人いないところ。あ、確かにその3人で行ったらスキャンダル3で行っておいてよ、うん、スキャンダル3って名前やめてください。あの2人を結構言うからかっこいいじゃん、スキャンダル3って かっこいいやな、うん。いや、いや、それであの CD 出すぐらいまでもなえたら持ってきたら持ってきて。大半の AKB ファン嫌がってるから。一部だけ面白がってくれるの一部だけ。一部だけ。私のファンもあんまそんなに乗り気じゃない。本当に仲いいからあれなんですけど、海外、まあ行ってみたいと思いますね。川圭さんは5月病的な期間あんの？5月病的な、でもなんかこういうラジオとか決まったもの以外のなんかこうイレギュラーの写真集とか映画とかなんかこう自分の中でなんか慣れてないこう大きな仕事が入るともうなんか人にも会えないぐらいなんか集中してやっちゃうんですよ。えー、偉いね。もうガーってやりたくて、で終わって休みたい。ね、もうほんと抜け殻、それこそ燃え尽き症候群みたいになっちゃって、うん、そんなけどおっぱいピッて触っても怒らへんやろな。多分もう気づかない。本当にチャンスじゃん。魂抜けちゃって、それがほんと今まで何回かあって、長期のロケ、海外ロケ終わりやから、うん、でも今なんてもうほんとそれこそ先月がそういう仕事があって、うん、そのまんま海外行って今日なんですよ。だからもう結構フラフラになんか何してんのかよう分かってない。今おっぱいぶって触ってもらうから。ギリギリ生きてるって感じ。もうやめなさいぐらいでも済むぐらい。あ、ダメだ。やめなさい。やめなさい。やめなさい。なさいぐらい。そんなに怒んないかもって感じ。それでチャンスチャンスチャンス。めっちゃチャンスだ。ダメ。うん、かな。お正月とかは逆に旅行行ってやる気が出て帰ってきます。よし、頑張るぞみたいな。ちゃんと充電できんね。どっち系行くの？リゾート系、ショッピング系。リゾート系が、リゾート系、そういうもう人がいないような南国の島みたいな。うんうん、おすすめんとこないの？でもそんなに行ってないんですけど、うんうん、なんか一回プーケットの島を間違えて予約しちゃって、あの本当はプーケットの都心に行きたかったんですけど、うんうん、間違えて八百屋島っていうところを八百屋島予約しちゃって、まあ行くかと思って行ったら、うんうんうん、もうすっごいなんだろう。島にそっち大自然で、うん、その宿泊するホテルしか、うん、その建物しか、すごい、もう周り海で、で寝転ぶしかない、裏側に行くと村みたいなのがあって、うん、その村とか冒険探検して、うん、こうそこのなんていうんですか、住民の、うん、もう現地の人しかいない、うん、なんかなんていうんだろう、もうすごい昔の、うん、なんか。あの最新の器具とかないんですよ、うん、なんていうんだろう、そういうところで、ね、そうそうそう、うん、探検とかして新しい海を見つけに行ったりとかして、何人の旅行してるな、それすっごい。それはでも運よく本当に間違えたからよかったんですけど、で日本人も誰一人いなくて、すっごい楽しかった。これどう柏木さん、次の正月は八百屋伊藤に、まあ、でもいいし、はい、そう、女の子の友達3、4人行ったらええやん、うん、女の子の友達3、4人、うん、はい、ちょっとじゃあしょめちゃめちゃ不満そうやん、ね、じゃあ海外行く友達やっぱ今ずっと探したんですけど見つかんないでしょ。スキャンダル3では行かないの、うん、いや各々みんな正月楽しんで、スキャンダルと残りの2が2はちゃんとアクティブにそんなに友達いない、いないです。僕事務所はバービーとか、いやバービー絶対いいよ。バービーさんめちゃくちゃ行ってますよ。バービーでは絵本ですか。でもなんか外国人にモテに行くから、はい、確かモテそうですよね。うんうん、そうそう、友達いないです。事務所も女芸人なんて友達になれるでしょ。まあ合わないのか、じゃあ合わない、うん、まあそっか、そう、ね、いやだから弟子っ子みたいなの作ったんやん、 AKB の若手で、うん、ちょっとお前出してあるから、いやいやいや、スケジュールだからもうそれもやっぱ嫌がるんですよ、ファン。え、全部なんで後輩連れてるみたいな、若い子に、若い子無視無視、ゆきりんが連れて歩いてたらもう嫌がる、もうやばい、もうやばいみたいになっちゃう、とんでもない存在、生きにくい世界なんですよ。世界は生きにくい、世界は生きにくい、本当に大変やねんな。いいですね、まあ、聞いたら海外行きたいなと。でもまあ本当になんちゅうの、負け惜しみに聞こえるかもしんないけど、うんうん、まあ、ある一部の層から聞いたら負け惜しみ言ってやがるって言われるかもしれんけど、うんうん、同棲と行く海外って超楽しい。ああ、説得力あります。でもそれ言いますよね。俺も、うん、もう
思いました。有吉さんと吉村とラスベガス行ってきましたけど、うんうん、楽しかったよ。めちゃくちゃ楽しかった。そうそうそう、なんだろう、こんな世代近い同性と行く海外ほど楽しみない、うんうん、確かに、うん、その私も入りたいその会話でもなんかそれこそね、アイドルやってたら日本だと行きづらいじゃないですか。行きづらい時もあるじゃないですか、うんうんうん、めちゃくちゃ解放されると思う。そう、うんうんそう、マスクもせずにさ、う堂々と歩いて、マスクせずらで歩ける、ノーメイクで、そう、ノーメイクの方がバレづらいもん。そう、バレへんし、うん、確かに、うん、海外の人から見ても別にどうってことないやん、うん、確かに。それだけでそとんでもなく心地いいのよ、うん、あ、そういう感じでみんな海外休みに行くんですね。そうそう、わざわざ、なぜその疲れるのにその海外行くんだろうと思っていやいや、得した。いや、一般の方だってそういう非日常を味わいに行ってんねん。そう、昼寝するにしてもいつもと違う感覚やねん。だからちょっと変えるのよ、スイッチを、うん、食ったことないもん食って、うん、意外とうまいなとか、うん、それだけで感動やもん。もう日本でやったら売れるでこれみたいな。道を本当に何もつけずに歩くとかもすごいなんかテンション上がりますよね。現役アイドルなんて無理でしょ。うん、今野面で歩くの。うん、まあできなくないですけど、開放感ない。塀もこかれへん。外で、うん。海外やったら別にブッって言っても。塀やん別に誰も。誰も気に入らない。自分のこと知ってる人もいないし。そう、海外でおならは失礼じゃないしね。うん、そうそう、ゲップは失礼やけど、うん、あの欧米文化は特に。おならは失礼に当たらない。な、自然の、うん、行為やねんから当たり前やっていう。生理現象として。ゲップはでも止めれるやろっていうので失礼やねん。へえ、うん。いいですね。いいよ。海外。海外いいよ。へえ、これどこへ、どっか行って。なんでそのために。スキャンダルするいて、壁に、壁がテレーズで、せーの、バーンやったやん。最高。楽しそう。楽しいよ。こんな日本じゃ絶対できねえよ。キャ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 。やるよ。笑いたい、うん、笑えないんだ今。笑いたい、いいですね。 笑いたいっていうのはなんか衝撃やね。切実だね。切実やな。それが何でもないくだらないことで大笑いしたいです。うん、うんうん、毎日やってるよ俺そんなくだらないことで大笑いなんて日々のことですか。日々いやーないなあんまり。いいですね。かわいそうになってきたな、ね、連れてったらよ、田中。うん、いいよ先輩が開けといて、こっち出してあげる。事務所の先輩、うん、出してあげるから全部。おお、うん、いいじゃん。出してあげるから綺麗な分。どういうことですかって今言ったことだよなんで急に俺と行くってなったら恐怖心感じて。ホテル代俺が後輩に手出すわけないじゃん。でも同棲と行くのが楽しいって言ったじゃないですか。俺もうそれ終えたから今度は異性と行ってみたい。憧れの。その憧れ私ぶつけないでください。それも後輩で、いいじゃん。後輩だったら絶対なんか変な気も起きないし、はい、いろいろ後輩そんなん手出したらさ、会社に俺クビになっちゃうからさ。そっか、逆にいいよ。うん、俺と行った方が安全かもね。安全じゃん、うん、それ言えてるよね、うん、一番もしかしたら安全かも、うん、確かに俺も友近と言っても手出さへんもん、うん、それはそうです。まあ、七木さん手出したけどそういうこともあるの。分かんないよ。じゃあゆきに覚悟しといて。はい、はい、ということでこのコーナーは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集しています。宛先を加計さんお願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日、メールはやるせやっとマーク MBS1179.com、 お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしています。以上、お便りやってますでした。さあ、それでは曲聴いてください。ホワイティーンでテトテウィズグリーン。が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。小葉前教授、田名前教授の爽快心です。セクシーの巨頭。このコーナーは AKB48 のゆきりんこと柏木ゆきと JJ モデル筧美和子がこれから必ず訪れるであろうセクシーな場面にうまく対処するためセクシーな症状を告白してもらい、セクシーの名医小葉前先生と田名前先生の診察を受けてもらいます。小葉前先生、田名前先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最初の患者さん、どうぞ。はい、筧からお願いします。はい、群馬県ブチネコさんからです。
彼の貯金通帳を見た時の症状です。この前彼と二人きりになった時、いいもの見せてあげると言ってズボンからベロンと出されました。私弟のしか見たことなかったのでびっくりしました。彼はほらすごいだろ、結婚したら家計ちゃんだけに使うよと言ってくれました。噂には聞いていたけど本当にすごかったです。また見てみたいな。あ、どうも、はじめまして、今回担当します、はい、コバゼンです。はじめまして、うん、あれあれコバゼン、コバゼンですよ。あれさっき東病棟にいたのにもうここに。ええ、あのこっちのが手薄的だ。その田辺先生こそオーストラリアに出張と聞いてたんですよ。出張多いな。そうなんですよ、急遽ここの会社に回ってくれって言われたものです。あ、じゃあ、はい、よっぽど西手薄だったんですね。そうですよ、西病棟が西病棟に医者がいない状態だったんですね。あ、うん、ちょうどなんかココイチできたらしいですよ、前に。あ、そうだ、ココイチのカレーうどん食べたことあります？え、あるんです。意外といけるんですよ。行きますか。行きますか。じゃあ行ってきます。ちょっと飯食いにくない。診察。あ、診察、え、どうされました？あの、さっきの、はいはい、症状、はいはいはい、彼氏のズボンねベロンって出たの見て、はい、ムラムラしちゃったんですね。どのぐらいすごかったんですか。どれぐらいすごかったんですか。すごかったんです。知らなかったんですけど。手で表現してもらえますか。どれぐらい手の幅で。こんな感じ。大きいですね。大きい。それは見たことないな、僕も。表現大きいですね。金額かな。どうですか、やっぱり男はそれぐらいなかったら、男の頼りがいというのはそこにやっぱありますか。ないよりはあった方がいいですかね。大きい方がいいですよね。そうですね、実際よりはね。はい、うん、なるほど。まあ、まあでも好きになった人が、うん、小さくても、あ、それは愛せる。はい、少な、小さい。でも、うん、まあ本音の本音言うと心配にはなりますよね。そうですね、自分の私満足、私が満足できるのかしらと。はい、うん、そうですね、生きていけるのかなって。生きてそんなにかけてる、私生きていけないと。あ、それだけ重要視してるっていうもんですね、まあ、女子っていうのね。そうですね。あ、そうですか、なるほどね、うん、はい、うん、どうですか、やっぱ溜まってるのを見たいですか。見てみたいですね、まあ、結婚するってなったらパンに溜まった状態の見てみたい。はい、見たいです。やっぱちゃんと結婚する前に、うん、それ勝手に出したりします、その、うん、勝手に勝手にはさすがに出さないですよ。結婚するまで出して、うん、出してみたいな、うん、まあ、要求は聞けない。うん、うん、要求っていうか勝手に出すのはかわいそうかなって思うんで。勝手に出されてもいいもんですよ、男って。あれって、え、だってなくなっちゃうんですよ、うん、でまたできますか。そんな簡単な、まあ、朝にはできてます。半日半日半日いただければ半日いただければ全部できてます。パンパンに、パンパンにできるんで、はい、男舐めないでください。相当やり手ですね、うん、そうですね、うん、なんか 手で受けてくださいね、その時は、うん、ビッて言って。わかりました、もらいます。いいですね。薬出してくんだよ。あ、小林教授、田前教授、総会心のお時間です。じゃあ行ってきます。行ます。行ってらっしゃい。ココイチ、ココイチ。じゃあ次の患者さんどうぞ。はい、柏木です、よろしくお願いします。新潟市、ラジオネーム牧野目ジャパンさんからいただきました。スプリンクラーが誤作動した時の症状です。大変、あたり一面がびちょびちょ、あ、止まんないんだけど、どうしよう、こんなに濡れてるところ見られたら恥ずかしい、なんとかしないと。でも穴からどんどん出てきちゃう、もう誰かこの穴なんとかしてください。あ、柏木さんですか。はい、あ、今回担当します、あの、コバゼンと申します。よろしくお願いします。こっちでいいんですね。はい、あれ、あれ、
そうですよ。誰に聞いてきたの？あれ？どうしたんですか？え？いや、僕、いや、今日担当ですよ。もともと。そう、表のとこには田中って書いてあったんですけど。あ、ひっくり返す忘れてました。札を。あらららららら。すいません。いやいや、でもまあ。私がやりますよ。いやいや、僕ももともと僕のミスですから。いや、案内してやつ。いやいや、ひっくり返してないのは僕のミスですから。僕の見間違いですから。ひっくり返してないこともあるっていうのを、はい、予期できなかった私。いやいや、田中先生、そんな。たまには休んでください。ちょっと、じゃあお茶しながら決めますか。あ、そうだ。病院の1階にドトールできたんですよ。はい、え？あのミラノサンド、よかったミラノサンド A 食べてきました。僕 B 好きなんです。嘘でしょ。 B です。やっぱり A でしょ。B ですよ。じゃあ今日は田中先生が A、はい、田中先生が A、 俺が B、 B です。そうしましょう。これでいってみましょう。ちょっと待ってもらっていいですか。すいません、お食事トーク診察待ってるんです。すいません、お待たせしてしまった。毎回お客さんにびしょびしょで飛び散ってるんでしたっけ。そう、ちょっと、ちょっと見せてもらっていいですか、それ、うん、びしょびしょのところを、うん、あー、はい、あ、穴からいっぱい出たんですね、これ。ちょっと壊れちゃった。あ、私壊れた。壊れちゃったって。壊れちゃった。あ、いいですよ、そんな表現で。よっぽどのことされたんですね。まあ、毎日。毎日。毎日使ってるんですか。週何回ぐらい使ってるんですか。あ、毎日は使わないか。どんぐらい、うん、週5、6。ほぼ毎日ですね。でもなかなかのもんですよ、それは。結構なんか噂に聞くところによると、なんかね、はい、犬も喜ぶみたいな、犬周りでこう走り回るみたいなね、うん、ああ、うん、そうです ね、 ね、犬が突っ込んできたことありますか。あーはあるかもしれない。ああ、やりますね、やりますね。そのなかなかのとこまで行き着いてますよ。なかなかですね。犬まで行ったらね、うん、ズボンまでこう濡れてんのが分かるみたいな。ズボンスプリンクラー。うん、まあまあ壊れた時そうですね。ビャーっとズボンで、はい、ズボンも声も出ちゃって、わあ。なんて言いました、はい、かかった時。うわあ濡れてる。そうなんだ。いやいいですよ。そうですよ。自分でびっくりしちゃったんだもんね。それ。全部。どうやって止めましたその時。手で。手でとりあえず止める。手でとりあえず応急処置で、応急処置として、じゃあもう仕方ねえから手で、うん、やってやっちゃうでしょ。はい、うん、大変でしょ。大変でした、うん、すごい大変でした。汚れちゃいました、うん、はい、全部。あ、次からは裸でやった方がいいですね。なんで裸でやるんですか。裸の方がいいですよ。でも着てた方がいいっていう人もいるんですけど、まあね、わかりますけどね、うん、その気持ちね。わかります。そっちの方がいいっていう。うん、でも裸でしたらどうですか、うん、それ。いや、じゃあ、はい。裸の時ならね、はい、手じゃなくてこう体で受け止めるなんてできるじゃないですか。はい、ああ、もう浴びるってことですか。浴びるよ。あ、うん、なるほど。より感じるでしょ、だって裸の方が。その圧ですか、うん、そうですね、うんうん。確かに。でもちょっと裸では使ったことないので。え、え、え、今まで。はい。全部、うん、はい。大変ですね、毎回ね、洗濯が。そうですね、濡れますね。ちょっと見せてもらっていいですか。うちあ、うち行っていいですか。庭で使いますか。行っていいんですか。うちの庭に、うん、行っていいですか。いいんですか。庭でも全然いい。出てるところで大丈夫。今日は大丈夫です。明日次壊れた時に。誰が壊すんですか。いや、毎日使ってたらまた壊れちゃうかもしれないので、その時に呼んでくださいね、すぐ、うん、呼んだら駆けつけてくださいますか。もちろん。そのための我々ですが、あ、心強い、 あ、うん、ありがとうございます、うん。小葉前教授、田名前教授、総会心のお時間です。はい、ということでこのコーナーでは柏木由紀と筧美和子に読んでほしいセクシーな少女を募集し、先を筧さんお願いします。はい、はがきは郵便 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日
メールはやるせいアットマーク mbs1179.com セクシーの巨頭の係。はい、セクシーは神様じゃない、患者と同じ人間だ。以上、セクシーの巨頭でした。AKB48 柏木由紀が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。美和子のありかなしかデラックス。このコーナーはリスナーの皆さんからテーマを募集し、やるせいメンバーの皆さんとトークしながら美和子的にそれがありなのかをデラックスに決めてしまうコーナーです。それでは、スイートペインさんからです。綺麗な夜景や景色を見るためだけの長時間移動はありかなしか。え、夜景とか景色、夜景や景色見るためだけの長時間移動、長時間移動どのぐらいですかね。長時間移動って全然ありやと思う俺は。あり、景色目的の旅とかあるじゃん、だって、うん、去年急遽ちょっと事情で断念してんけど、うん、それこそ海外その予定やったからね。何を見ようとしたんですか。ね、ああ、ニュージーランドやねんけど、いいな、ニュージーランドで唯一国のもんじゃないものが世界遺産登録されてる、うん、登録されてる、うん、世界遺産のもの全部その、まあ、日本で富士山とか、あ、お寺神社とか、シュレーモンとかそういうものやけど、うん、ニュージーランドだけ国の持ってないもんが世界遺産やねん。星空、星空見たい。せや、すごいよ、絶対これ CG か合成写真でしょっていう写真出るから。でも草野仁さんが、いえ、これはもう加工なしの写真ですって言ってたんで。すごいね、それはニュージーランドのこう、まあ言うたら宿泊者が泊まれるようなホテルから、うん、車でなんか6時間8時間かかるのかな。で日帰りでけんから、その村でなんとかして泊まらなあかんねんけど、うん、それ行こうってなってんけど、ちょっと事情で行かれへんようになってんけど、まあ、いつか行こうって言ってるやつ。いや、星空はありだな。星空、あの星空やったら、うん、こんな俺でもキスできると思う。あらゆる女と、あー、うん、連れて行けさえすれば、そこにさえ連れ込めれば、連れ込める、うん、もう星空の力を借りて、そう、ね、びっくりするよ、そのまあどこか言わへんけど、あ、各自調査してくれ、それ、あ、すぐ出るから。ニュージーランド星で出る、そんな有名な、まあでも世界遺産なんですね。世界遺産、いいですよね、調べよう、死ぬまでには行くよ、うん、やっぱ置いとこ、新婚旅行に。あー、確かに新婚旅行、何笑ってんねん。目合った。何笑ってんねん。いいじゃん、新婚旅行でそんな、いい、嬉しいですよ、どこに連れて行ってくれる。そこは人も少ないんですか。村やもん、だってそこは。あー、確かに人が全然いなくて、真っ暗なところのその星空ってやっぱテンション上がりますよね。考えてるレベルと違うと思うよ。あ、本当ですか。びっしり光が出てる。びっしりとかじゃないねん。もうなんちゅうの。だって星絵描いたみたい。絵みたいや。あ、じゃあ、なんか銀河みたいな感じも見えるってことですか。なんか流れ、星の。いや、どころじゃないのよ。それなんでニュージーランドだけなんですかね。僕、オーストラリアで星見た時もすごいなと思ったんですけど。あ、すごいやろね。もう本当に、道は全然人がいないから車で行ってて、で帰り土ボタルっていうのをまず見に行って、うん、その帰りに本当に電気もなんもない、民家もなんもないところのやっぱ上すごかったですもんね。でもそれは世界遺産になってないし、想像してるんとは違うと思う。違うんでしょうね。富士山だ、画像出そう。もうこうなったらニュージーランド、そんなに素晴らしい世界遺産だろ。絶対加工写真やと思うから、これ。うちの広島の実家の星空もまあすごいですよ。うん、まあ良さそうやけどな。確かにめっちゃ多い。来た来た。あ、じゃあ、あ、これ。あ、嘘だ。絵みたいやろ。絵だ。絵本やろ。西野の絵本みたいな。いや、これでも加工なしの写真やねん。まあ、草野仁さんが言ってたから間違いないよ。これ本当のただの写真です。すごい、すごい、あの建物があったの、あの建物が有名、どの写真見たらあの建物から撮ってる。あー、すごい、教会かなんかに見たあれ。いや、す
すごいよ。これはキスできるやろ。ああ。俺でも。できる。田中でもできるよ。できる。キスできる。田中ギリ無理か。俺できる、絶対。口の形が無理や、これ。口の形。キスに向いてない口の形してるやん。歯の方が前出てるから。最近小宮に抜かれたから、口の形してるしかん。抜かれた、あいつ歯直して。な悔しいんだよね。口汚い選手権再び1位あいつが最下位だった再び1位になったはいまた1位取っちゃった悔しいんだよでも星の力ならあれすごいやろあれだけ見に行く価値ありますねそう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 確かに星の表情がめちゃくちゃ多かったですねバッと固まってるところやうんそう確かにあれ見れれば別に美味しいもんとかなくても行ってみたいと思うなあれだけのためにだからみんなニュージーランドの街にまず宿泊して朝から車で行って夜中見てまだ朝車で帰んねんってへぇ、いいいいさぁそれ言ったらあっすごいお腹が景色よりやっぱ食いやっぱり食べ花より団子花より団子まさにちょっとまさに花より団子ですけどちょっとさっきからちょいちょい鳴っててでも何一応気にしてもうあんまり食べへんようにしてんの、うん、この時間はなんか飛行機で変な時間で食べて、うん、もうやめとこうって感じです今日はいやーこんなんあるよこんなんいやーでも目の前にもう南アフリカそれこそめちゃくちゃ食べたんで、うんでもそうだな確かに景色とかありですねそんなことより、はい、色気より食い気でしょ、うん、いやまあ食べには大事ですけど、うん、確かにね、いやでも富津も良かったな千葉の富津富津富津岬富津岬ね確かにすごいあそこあそこテンション上がりますよね、うん、夕日が沈む時にそうそうそうなんかジャングルジムみたいななんかあるのかねそうそうあの、うん、台があるあるね、うん、あそこから夕日見ると、うん、その富士山がまあ横浜とかあっちの方まで見えるんですけど、はいはいはい、富士山のところにちょうど太陽が沈んで、うん、沈む時にちょうど富士山の形が見えたりとか、うん、へそこも良かった普通にそうそう千葉ね意外とあんのよ俺行ったのね、うん、犬吠埼が、はいなぜか、うん、最初の日の出日本で一番早く日の出が見える温泉があるのへえ絶対そんなの東やから北海道の早いでしょ、うん、いやここが一番最初に見えるんですって言って、その温泉、うん、それをだから朝4時15分とかに一番日本で早く見える日みたいなのがあって、うん、それ目当てだけで泊まりに行ってんけど、風呂場中おっさんでギュギュやった結局そんなやんだねみんな見たいから今それで行ってるからねみんなでもテンション上がるな。いやそれは感動したほんま、これ日本人で今この俺を含むおっさんたちが最初に見てんねや今日の太陽っていう。うわあそこも。チンチン当たってたもんギュギュすぎておっさんも。おっさん。あこれこれ。うん。わあまあいいなこれは。これもいい。これがだから日本人で最初に見える。ああめっちゃいい。太陽やね。すごい。誰よりも最初に太陽が見れるここ。ああ綺麗ですね。その経験はすごいな。これすごい。行ったらええやんスキャンダル3で。でもおじさん朝。いや別に女性だけでいいやから。誰もおじさんと行けへん。おじさんって言ってたらほんまのスキャンダル3だよ。あいいですね。うん。千葉やからそんなだ車は誰か無理か。はい無理です。うん、じゃあ田中のおじさんが田中のおじさんが田中のおじさん、うん、スキャンダル3乗せて送って迎えに来てくれますかまた置いて一回帰って帰迎えに来なかった帰んなきゃいない次の日にもピストンするから全然ピストン一回帰って戻ってもらってから紅茶飲んで紅茶飲んで一回家で10分紅茶飲んで田中のおじさんがしてくれる優しい送り迎えぐらいするよもうスキャンダル3のためなら、だってもうどこ行ってもねもう言われちゃうんだから、はい、マネージャー代わりに使ってよ、はい、どこでもいいよ目立ちそう
ジャガーで。ジャガーで、うん、あ、ジャガーは本当はお客さんのための車だから。どういう車やねん。じゃあ、あの後ろの後部座席とかがいいんですよ、うん、ジャガーって。狭いやろ、でもジャガー。いや、ジャガー後ろ広い。後ろ広いの。めちゃくちゃ広い。狭い。だから運転してる場合じゃないです。本当後ろに乗る。狭いじゃない。あの社長とかを。なるほどね、運転手付きの人が乗るもんや。そう。後ろに乗る車だ、ね。そうなんです。うん、本来、うん。プレジデントみたいなもんや、本来。ああ、そうです、そうです、うん。だからスキャンダル3にはぴったりです。やだ、その呼び方。なんで、ですよ。いいな、本人がいいって言ってんだから。運転する本人が。あ、本人、うん。運転させてるわけじゃないからね。うん、その代わり、一人5分ずつだけ、はい、助手席座ってあげて。うん、5分だけ。5分ずつ。うん、5分だけ。その間、後ろの人も寝とく。寝てもいい、うん、でなんかバーチャル恋人5分だけやってみて、それがまあ助手席で寝たらダメってことですか。そうそう、助手席で寝たらダメ、5分だけだから、うん、3だから3人で15分、そう、合計15分、千葉行くまでの往復で30分、あ、行きも帰りも5分、5分だけ、うん、そうそれがまあまあ給料っていうか、うん、支払いがいるいらないから、運転代の代わりにトークするだけだから、トーク、うん、あっちゅうまよ5分なんて、うん、すぐすぐ、うん、うん、それでもいいや、悩むんじゃねえよ、こんな好条件投げんの、やべえなよ、もう一回めぐみさんに言うからな、この件めぐみさんとヒデさんに伝える、ヒデさんに言わないよ、ゆきりんのちょっと最近あいつちょっとやばいっす、やばい一回言います、ダメです、ダメです、はい、ね、さて、はい、みやこさん、はい、決まりました、ということで、うん、これは美和子的にありに決定しました。でしょうね、まあ、もう今回は特に迷うこともなく、うん、ありですね。これは全然ありよ。あんな、ね、星空とか見れたら、うんね、いいですよね。うん、はい、ありがとうございます。このコーナーでは私に決めてほしいありかなしかのテーマを募集します。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日、メールはやるすいアットマーク mbs1179.com、 みわこのありかなしかデラックスの係までたくさんのお便りお待ちし、以上みわこのありかなしかデラックスでした。アンガールズ田中です。山根です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。あっぱれ柏木総選挙。私が10代だな、10代全然有名じゃないですか、ドエロい曲ドエロい、チョコレートを口移しして、うん、あの外で、うん、裸気持ちいい、あれさっきのさっきめちゃくちゃな、おばぜんたなぜんの時にあだがたんやつっていう曲なんですけど、コーナーいきます。このコーナーはリスナーの方が自分で考えたテーマであっぱれ水曜日のメンバーをランキング、その結果を私柏木一が発表したいと思います、うん、では早速紹介します。青森県むつ市ラジオネーム、うん、青コーナー赤松さんからいただきました、うん、あっぱれ柏木総選挙。録画しておいた自分の出演した番組を自分のところだけしっかり見て他の人の部分は早送りしてそうな人ランキング、うん、第5位剣道小林さん、確かに第4位山根さん、うん、全然第3位筧さん、うん、第2位田中さん、第1位柏木、うん、いや俺もあんま見れないんだよね、いや俺もね見られへんね、自分の見よう見んねんな、あと知ってるしって思っちゃうんですよね、見るとき内容知ってるし、あと家で見ようと思うと奥さんが見てなんかいろいろ言われるのも嫌だなと思って、なるほど、結婚したらそれもあるか、はい、単純にもうなんかうわーってなっちゃう、恥ずかしいな、未熟やなってやっぱな、やっぱ思う、それも思うし、ね、私これめちゃくちゃやります、え見るじゃんって全部見るの嫌だから、うん、なんかこう自分が話したところとかだけ、うん、一応反省して見て、うん、それが正しいやり方、本当はそれが、うん、しなあかんねやろけどね、その反省するのが嫌やねん、でももう皆さんぐらいできたら切りないですよね、多分それをやっている切りもなくないですか、ね、いやいやそんなことないけど、その何、うん、反省するの腹立つやん、
なんだ、そうなんだよ、もうがっかりもするしな、まあ確かに毎回がっかりする、もうちょっとなんかええこと言えるやろみたいな感じやん。で、そう、現場で意外と反省はもう終わってたりするから、さらにそれをテレビ見てもう一回反省しなきゃっていうのが、あーっていう苦行ですよね。苦行、確かに。まあ、一番だから気まずいのがラブホテルとかで女の子といて、うん、あれ出てるやんみたいな言われてて、あテレビに出てる、消そうよ、いやいやもういいからいいからみたいな。あと帰りのロケ車でテレビついてって、あ、自分が出るみたいな。あれ嫌ですよね。何回かあるわそれ。あ、もうちょっとしたら俺出ちゃう。早くついてくれって。何回かあるわね。いやー。見ないな。まあ本間はだから2人のやってることが正しいと思うよ。そうよ。本当は、うん、絶対見た方がいいと思うけど。そう。それ歌番組とかを。その本当映る秒数が短いから、うん、自分がああやってやったやつがどう映ってるかとか気になって見ちゃう。長いって言うとか確かにちょっと恥ずかしくて見れる。そういうのもあるんだ。結構見ます。なんだよテレ屋さんみたいなことあんの。私の抜き少ねえじゃん。それはお前もって分かってるけど、生放送の歌番組とかだと、うん、ピンとかボワーってなってると、数秒がもう数秒が命取りだから、やっぱりカメラ目線やれてる子やれてない子いるもんね。ありますね。あの1秒とか2秒にやっぱかけてる子かけてない子それぞれですけど、いやもう私はもう1秒にかけてるから。さすがエースアイドルの鏡よそれ。今日はウィンクしたけど他の子してるんで、これないかなとか、まあ、すごいね。ウィンクかぶったら嫌だもんね、他の人と。で、私はもうカメリ派から絶対やります。私はもうここでやるから。ああ、ウィンクを撮るの見せていって、それでもやってきたら別にいいんです。でもギリでやって後からウィンクいっぱい重なったら嫌だなとかめっちゃ考えちゃうから見ますね。偉いな、カメリ派もちゃんとせえもんな。まあ芸人ってちょっと特殊でな、うん、カメリアのボケ本番でやったら一番スタッフがしょうもなっていうか押されるっていう、そうそう、リハなのに。じゃあカメリアすんなよ、思うよ。確かに、本当ですね、必要ない。カメリアの方が盛り上がっちゃったりするから、カメリアの方が大体受けんねん。だって思いついた一発目やつが出んねんから、何も考えず、その次のやつやもんな、本番で言うやつ。カメリアなくしたいね。なくしたらいい、そうなんですよ。もう一つ、もう一つ、はい、もう一個いきます、うん、ラジオネーム寝屋川のりょうさんからいただきました、うん、あっぱれ柏木総選挙。携帯に入っている写真の枚数が多いランキング第5位剣道小林さん、まあね、第4位理由付き剣小林さんが写メを撮っている姿が想像できない。確かに、うん、それこそ旅行スケールに撮らへんしね俺。もったいないな。第4位田中さん、田中さんに写メを撮られるのをみんなが嫌がりそう。いや、そんなことないよ、さすがに。第3位、山根さん、うん、家族写真を撮るようになって今後多くなっていきそう。あ、今もう多いよ。あ、うん、第2位、筧さん、はい、自撮りは多いが友達との写メが少なそう。自撮り全然しないですよ。もう写真も撮んなきゃ。1位は私、メンバーとの写メが多そう。なんかやってたもんね、フライデーかフラッシュかなんかで、あ、お互いの写真を撮るみたいななとか。写真はめちゃめちゃ多いと思います。多すぎて携帯フリーズすることめっちゃありますね。あれパンパンなるんだ。でもそもそもとりあえず収録があったら自撮り、うんうん、あとメンバー、まあ、何人かとツーショットとか、うんうん、SMS がすごい多いので、なんかツイッターだけじゃなくて、ね、だからいつでも使えるように、ね、そっかそっか、結構いっぱい撮ります。ちょっと義務とか仕事だもんなアイドルはね。からで旅行で撮らないのはなんでですか。なんか結果毎回後悔すんねんけど、うん、まあみんな撮ってるやんか。でも俺はいや、まあ、特に言わへんけど、焼き付けようと思って。わかります。写真で撮ったらそこの気持ちがちょっとこうおろそかになるから絶対焼き付けるよと思って帰って、はい、あ、撮っといたらよかった。毎回だって人間の限界を知るというか。もう一回行くことになってなかなかないじゃないですか、うん、場所によってはそうですね、うん、違うとこ行きたいっていう感じ。でも気持ち的には焼き付けた方がいいよなっていう気持ちで、
やんねんけど、まあ、毎回後悔してる。確かに家族の写真は確かに撮るんですけど、うん、そういう旅行とか行った時に、うん、お店とかも撮っときゃよかったなと思うんですよね。こと細かく、そう忘れちゃうから、そう、うん、あのロケとかで行って美味しかったのに全然覚えられてないし、そうそう、ね、覚えとこうと思うんだけど忘れちゃうから、写真撮っときゃあれ絶対忘れないのにと思ってまだ撮ってないですよね。記録に使います。さっきの同性旅行やけど、うん、最高の楽しみ方教えたろうか。はあ、なあ、俺らはいつ もう男10人ぐらいで行くねんけど、うんうん、まあ一番後輩にずっとムービー撮らしとくのよ、はい、後輩3人ぐらいに、まあ、そいつはそれってまあ大変やけど、まあまあ俺が全部出してるから、うん、それぐらいやってやれよって言って、うん、ああ、かかり、うん、やってて、はい、それをあの編集できるやつが編集して、うん、最後帰ってきてから1週間ぐらいした時にその国の料理って、はい、まあ東京何でもあるやん、どこの国の料理、はい、そこを予約して、はい、そこちょっとモニター置かせてもらっていいですかって言って、うん、まあ、今壁に投影できるやつとかあるから、ね、あ、それ見ながら飯食うんだけど、まあ10人中7人泣くからな。たった1週間2週間前の思い出やと思う。もうなんか感動しちゃうんですよ。何分ぐらいに編集されてるんですか？10分を3本ぐらいにしてくる。あー、すごい、それいい。ちょっと面白シーンとかもな、あ、まあ、ちょっと意識してんだけど俺らもこう撮られてる、それでいいんですよ、回ってることも多少楽しんでね、それを。でも3本目のエンドロール流れた時10人中7人ぐらいいつもまだ行きましょうねってなっていや、それ最高に楽しそう。最高に楽しい。確かに後から見返すとすっごい楽しいですよね。楽しいね。その時に後悔する、撮っててくれた人に写真撮ってなかったといつも思う、すごい楽しそう。でも映像に残ってるんだったら写真いらないかも。そう、だからそういうのね、なんか、うん、まあ後輩で上手いやつがおって編集、うん、ネゴやねんけど、ネゴシックス、しかもなんかあいつどうやってんのかな、そのメンバーしか見られないYouTube みたいな、なんか そういうのあんねん。あ、ドロップボックスみたいな、あなんかいろいろありますね。そうそうそう、じゃあみんないつでもそれ見れるんですか、今でも。うん、うわ、最高じゃないですか。最高や。だスキャンダル3でやったやつ。後輩一人連れて、後輩、記録係、記録係、へ、なんか後輩気質のやつおらん、へみたいなやつ。あ、今、あ、います、今、ご飯行っても残ったら、うん、私食べますのタイプの子、そいつ出したって、3人でエアートホテル、うん、お前これ出すから回せやつって、そこまでの後輩じゃないの。そこまでの後輩は使えるえ、自分で出せえいうぐらいのやつだもん。はい、年も1個下ぐらいだし、出せるぐらいは一応稼ぎあるやつやねん。はい、そうです。難しい、そうなると上下関係もあんま、結構若い10代になっちゃいますからね、後輩だと。そう、だからとてもじゃないけど自力で海外行けませんってぐらいの稼ぎのやつよ。海外行けて嬉しいですってなる感じ。そうそうそう、何でもしますぐらいの、うん、いいじゃん。でも喜ぶと思うよ、その下の方も、うん、いや、それは喜ぶよ、一緒に参加できてね、一緒にできるんだって。いや、でも地獄だと思いますよ、その3人と1人の後輩。私だったら絶対嫌ですね。普段から可愛がってるならまだしもみたいな、なんか仲いいなら、あ、そうそうそう、いきなり使えません、旅行って。だから普段から飼いならせばいいじゃん、うん、そ, うそうそう、一緒に怖い怖い、怖い、怖い、まさに俺が飼ってるよ、だから飯行くぞっていう。でもそういうの撮るの好きな人もいますよね。もしかしたらそのうちの2人が好きかもしれないし、うん、あー、2人、いや、指原と峯岸が好きじゃない、撮るのは。写真は好きじゃないですじゃあもうやめとけもうこれ以上進めんのやめとくわ全部に断る理由はねえから確かにすぐネガティブな方向に行っちゃう、そっか、どっちも1位だったな、僕。確かに、う、ね、うん、さあ、ということでこのような順位になりましたが、また再来週ということで、このコーナー、心が、心が、コーナー締めの難しい、武井さんは体が疲れて、吉木さんは心が疲れて、ボロボロです。このコーナーではアップメンバーを勝手にランキング付けしたテーマと順位を送ってください。私、柏木が発表したいと思います。宛先は、かがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオアップレート水曜日、メールはやるすやっとマーク MBS1179.com、 あっぱれ柏木総選挙の係まで。以上、あっぱれ柏木総選挙でした。
剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。さてエンディングでございますけど、お知らせをじゃあ柏木さん。はい、5月31日に AKB48 の新曲、うん、願い事の持ち腐れが発売になります。よろしくお願いします。わかりました。かけさん SNS はい、はいはいはい、お願いします、引き続きお願いします、はい、ということで、はい、いやなんか今回全般を通して、はい、柏木さんに遊びに行きって勧めたんやけど、はい、すごいいっぱい海外とか、ね、全断り、はい、全断り出たね行きたいって言ってるのに、言わないでよ、ちょっと反応した行きたい言うて、じゃあこういうのはって言ったら、いやーちょっとそれはみたいな、田中さんが運転します、いやーちょっとじゃあこう後輩つ、うん、いやー、いやーなんだから言ってないんだと思います、しょうこられるよ、ほんとこんなこと、基本本当はこう家にずっとおる人やねんやろね、うん、あんまり行きたくないのかもしれないよね、まあ一回行きゃ変わるけどね、あ、うん、その味わったら変わる、味わったら、うん、そう、うん、プライベートでも海外不安があるでしょ、だから海外、そうなんですよ、英語とかも喋れないしとか、そういうなんか怖い、うん、心配なだけなんですよね、なんとかなるよ、なんとかって言っちゃえば、うん、俺通じなかったことないもんだって海外で、言いたいことがジェスチャーとか単語とか、まあ単語とジェスチャーで何とでもなる、うん、ロシアぐらいかなロシア全く通じなかった英語を知らんから、フランスもそれ無理やって言ったな、フランスの人英語嫌いや、うん、フランスでもシルブプレって最初に言うと大体なんかよくしてくれます、あ、そうやね、大事な挨拶やね、すいませんみたいな感じでいくと片言の英語でもなんとなく聞いてくれます、シルブプレ、シルブプレ、あ、いや、行っといてよ、フランス、フランス、うん、パリ行ってきたやん、パリ、大統領も変わったし、うん、街歩くだけ楽しい、パリなんか、街歩くだけ楽しい、うん、うん、ええわ日本おれ家におれ家にさあ、というわけでね、また来週お会いしましょう、さよなら、さよなら。